選択肢がある中で、なんでダンスの専門学校に行こうって決めたんですか？そうですね、やっぱりもうダンスを本格的に始めたいっていう気持ちが大きくて、うん、ダンスが好きだからっていうのと、あとはやっぱりその毎年やってるテレビでやってる紅白とか見て、そのバックダンサーをちょっと目指してたりしてて、あ、バックアップダンサーそうですそうです、華やかだよね、はい、うん、なんでちょっとダンスの専門学校に行ってしっかりダンスを学びたいなっていう。なるほどね。みんな悩んだと思うんだけど、ダンスをやりたいんやったらさ、こうダンススクールにじゃあずっと通うのか、でその専門学校に行くのかっていう、なんか、まあ、スクールにずっと通うか専門学校かもう選択肢に入ると思うんですけど、はい、その専門学校もいくつかあるから、その中でなんでその大阪ダンス&アクター専門学校、まあ、DA でずっと略させてもらいますけど、あの DA を選んだきっかけみたいなのは何かあるんですか？きっかけ、うん、そうですね、やっぱりそのダンススクール、ダンススタジオとはまた違って、専門学校だといろんなジャンルが学べるじゃないですか。ジャンルは多いよね。そうだよね、すごく多くて、うん、で毎日のようにレッスンがあって、それがたくさん受けれる、うん、まあダンススタジオでも受けようと思ったらまあ受けれるけどね。なんかもう想像ができたんですよね、その DA に入学してる自分をなんて言ったらいいですか。あ、なるほどね、フィーリングがこう、あ、ここだってなったんだ。そうなんです。だって行ったでしょ、学校見学みたいなの。行きました。もう、あ、自分はここだってなったんだ。はい、芸大も行ったんですよ、私。芸大、あ、はい、選択肢なかった。そうです、芸大も行って、そうなんや。そうなんですよ、見学して、で芸大でもそのダンス科みたいなのもあって、うんうん、でそこも受けて一応合格したんですよ。おお、すごい、す優秀だね。全然そんなことないんですけど、最終的にもやっぱりダンスの専門学校に行きたいなっていう。そう、私もね、やっぱ専門学校に行こう高3の時かに思ったのは、最終的に私やっぱダンススクールと専門学校どうしようって悩んだ時に、やっぱお金で言ったら、はい、正直安いのはダンススタジオなんですよ。やっぱりダンススタジオに行くと、まあ、月1万5千ぐらいで受け放題かな、月なその1万5千2万ぐらいで受け放題で、1年でそしたら18万ぐらいかな、20万ぐらいとして、でそれ2年間、専門学校も2年間あるんで、2年間行ったら40万ぐらいでまあ済むんですよ、ダンススタジオだったら。でも専門学校だとやっぱり250万ぐらいするのかな、2年間でするので、それのなんかこう良し悪しってこう何やろなっていうところで、もう本当ダンススタジオの先生とかいろんな人に相談しまくって、もちろん学校見学とかも行って、で何がいいかなって思ったら、やっぱ大阪のダンススクールで受けれない東京の先生たちが受けられるっていうのがあったんですよね。そう、なんか大阪のダンススタジオではやっぱ教えてない先生もすごいいらして、だから言ったら、まあ東京、まあ、劇団四季の先生がいらっしゃるとか、なんかそういう舞台系の先生がいらっしゃるとか、あと、まあ、テーマパーク、そのディズニーとかユニバーの出身の先生がいらっしゃるとか、でこう福岡の結構かっこいいソウルフルな、ストリートダンスを教えに来る先生だとか、なんか大阪のダンススタジオだと受けれないよねっていう人たちがめちゃくちゃ集まってて、 はい、それは結構魅力的だったので、ね、私は、はい、うんうん、っていうのと、あとはスタジオがね、今卒業したから思うけどさスタジオがないめっちゃ綺麗なんですよね。そうなんです。綺麗で広くて、まあ、もちろん空きスタジオ授業がやってない間は使用できるし、はい、すごいいい環境、ダンサーにとったらすごいいい環境で2年間過ごせるっていうところと、はい、あとはね、やっぱりそれだけお金がすごいかかるってことは、それだけね、意識高い系というか、なんか集まる子たちも親御さんも、はい、あ、本当にプロを目指したいんだなっていう意識の高い子たちがやっぱ集まるので、結構切磋琢磨できる、ライバルがいっぱいいるというか、はい、うん、なんかこういろんなね、多分将来の夢はそれぞれみんな違うんだろうけど、はい、ダンスもいろんな職業があるから、うん、結構いい仲間と何百人ぐらいもいるからね、はい、出会えるし、こうライバルとして意識もできるし、戦い合えるみたいなね、はい、なんかまあ吉本で言ったら NSC じゃないけどなんか同期でこうバチバチできるっていうところも、なんかダンススタジオだとね、こう、うん、いろんな年齢の方がいらっしゃるから、はい、
なかなかね、同い年ぐらいで同じようにプロ目指してっていう環境も私はすごい良いんじゃないかなと思って、はい、専門学校が。そうですね。あとはなんかこう専門学校だとこういうメリットがありましたみたいな、うん、ある？そうですね、やっぱダンスだけじゃなくてお芝居とか、ああとそうね、お芝居とやっぱり歌歌とやっぱ学べるので、やっぱそういうパフォーマンス、その舞台に出る側としては本当にありがたい環境だったなと思いますね。メリットですね、そこは。確かにこう、はい、ダンス&ボーカルコースって言ってよかったのかなっていうコースもあるんですよね、はい、だからテーマパークコースがあったり、ダンスの学校とは別にスクールオブミュージック専門学校っていうところも同じ学園なんですけど、そこにまあ例えば俳優を目指している子がいるとしたら、その俳優を目指している子がそのダンスの専門学校に1コマ2コマダンスを取りに来る、はい、お芝居プラスダンスも学びに来るとか逆パターンもあったよね。はい、ありました。あれ、この子絶対ダンサーじゃないよなっていう子が紛れてあ、俳優コースですみたいな、アクターコースですみたいな、はい、この子混じってたよね、はい、だそういういろんなことが学べるのも、確かにダンススタジオじゃ学べない、ボーカルとかついてこない、はい、お芝居はね。そっかそっか。歌も学んでたので。歌ったの？歌ってました。知らないな。あとアイドルです、アイドルのマドンナプロジェクトっていう、どうしたのご存知ですか？ちょっとね、アイドルちゃんと話してなかったんですけど、授業を取ってたっていう。そうかそう、まあ、今のアイドルじゃね、かっこいいダンスするアイドルもいっぱい出てきたから、はい、うん、でもアイドルじゃないかもしれない。じゃなかったですね。オーディション受けてもずっと落ちてました私。可愛いのとかできないですもん。難しいね。なんかいろいろでも経験はできるよね。はい。うん、本当に学校自体のやっぱコネクションもあるから、はい、そう、専門学校にやっぱりそのこの世代の。ね、18、19のダンサーのことで、じゃあ日々ダンスの練習してますっていうところに、あのたくさんダンサーが出てほしいんですけど、専門学校の学生さん出してくれませんかっていう、なんかそういうね、うん、団体でダンサーが欲しいみたいな時とかも、あの学校側にオファーが行ったりとか、なんかそういうつながりもやっぱりねあったりするので、はい、まあ、たくさんじゃないと思いますけど、あのいろんなね人がこうサポートしてくれる環境ではあるので、そういうところがいいところかな。そうですね、うんうん。私さ、専門学校でさ、ごめんなさい、今思い出して喋ろうと思って、はい、あの授業をねしてた時に、本当にこのダンサートークの走りじゃないけど、あの最初の授業の頭の10分15分学生さんとトークタイムみたいなのを実は設けてて、学生からしたらね、もしかしたら「はよレッスン始めろや」みたいな「早く先生ダンス習いに来ましたよ」みたいな人が思ったかもしれないけど、でもあの私はね当時からやっぱり。あの学生さんと喋りたすぎて、あのやっぱ同じねダンスが好きなあの仲間として同じ空間に集まってるから、そのダンス愛をみんなで喋ろうぜっていうのはもう聞きたくて聞きたくて、その時の10代の子が、あのなんでこういう学校に入ってきたのかな、おしゃべりしたいみたいなところが、もしかしたらこのダンサートークのちょっと原点なのかなって私は思ってて、はい、その当時から超喋ってたよね。はい、めっちゃ喋ってましたね、授業の前にあれ好きだったのよ。そう、楽しかったです。よかった、楽しかったです。本当に楽しかったです。ダンスをね教えるのが上手な先生は正直たくさんいらっしゃると思うんですよ。私ができることというかね、はい、私が学生だったら先生とこういう喋りをしたかったなっていうことをね、どう思われてたのかわからないですけど、そういう授業のやり方でしたね。楽しかったです。楽しかったって。本当に楽しかったですね。どうしてへんで。なかなかね、先生に話しかけに行こうっていうのもやっぱ緊張しちゃう子もたくさんいると思うので、はいはいはい、私もやっぱりさやかさんに話しかけにくいっていうか、話したいことあったけど、うん、いいのかなって、やっぱり、はい、気使うよね、やっぱ、はい、先生ってちょっとな、ぐいぐいなんかこっちから行こうみたいな感じやったかな、はい、うん、なんかそういうのも、いやー、楽しかったな、なんか本当にいい環境でしたよね。はい、本当にいい環境でした。はい、じゃあ次に行きます。